は、メジロザメ科に属するサメの一種。東部大西洋からインド太平洋の熱帯域沿岸に分布し、表層から深度200メートルで見られる。平頭がしらでは、最大で分布域も最も広い。全長1.1メートル。体は細く、風は尖り、目は大きい。背面は一様な灰色で、覆面は白。広角の長い唇しびらと、 その後方の7から15個の穴で禁煙種と区別できる。個体数は非常に多い。餌は主に小魚。大型のサメや怪獣に捕食される。体制でメスは一度に1から8匹の子を産む。繁殖サイクルは地域によって大きく変化する。肉やフカヒレを目的に大量に漁獲されてはいるが、分布域が広く繁殖力が高いため IUCN は、 保全状況を軽度懸念としている。古いイラスト。廃止された、シノニに息子リオデン・ウォルビ・ハミーの名が与えられている。ドイツの博物学者、エドワルト・リッペルによって、1837年の著書、フィッシュ・デ・ローゼン・ミアーズにおいて、カーカー・イアス・アキュタスの名で記載された。種商名は、ラテン語で、鋭いを意味する。その後、本種は、 カーキーネス族やスコリオデン族に含められたが、最終的には、ライザプライナドン族のタイプシュアールクレニデンズのシノニムとして、ライザプライナドン族に置かれた。ルュッペルはタイプ標本を指定しなかったため、1960年、ボルフガング・クローズウィッツは、サウジアラビアのジッタで得られた44センチメートルのオス個体をレクトタイプに指定した。英名ミルクシャークは、インドにおいて、 本種の肉が母乳の出を促進すると信じられていることによるものである。他の英名として、フィッシュシャーク、グレードッグシャーク、リトルブルーシャーク、ロンモンズ、ドッグシャーク、ミルクドッグシャーク、シャープ、ノーズドシャーク、オルベム、エスシャープ、ノーズドシャーク、ホワイト、アイシャークなどがある。1992年のアロザイムを用いた分子系統解析では、解析に含められた4種のひら属の中で、 最も規定的な位置にあった。フランス南部とポルトガルの中心与中期の層から産出するアール・フィシャーリーも本種と同一である可能性がある。平頭族の中で最も広い分布域を持つ。東部大西洋ではモウリタニアからアンゴラ、マデイラ島、ターラント湾。インド洋では南アフリカからマダガスカルを経て、アラビア半島、南アジア、東南アジア。 太平洋では中国から南日本、フィリピン、インドネシア、ニューギニア、オーストラリア北部に分布する。中心よりユーラシアとアフリカ大陸が衝突するまでは、鉄地海に沿って連続した分布域を持っていたようである。岸近くの最破体から震度200メートルまでで見られ、砂浜沖の濁った水域を好む。河口に入ることもある。シャーク湾では、 アンファバリス・アンタルクティカとポシドニア・オーストラリスで構成された海藻の茂みに生息する様態が見られる。低い塩分濃度を嫌うとしている資料もあるが、トンレサップ湖などカンボジアの淡水域から数回記録されている。生息深度は選ばず。クワズール・ナタール州では、個体数は夏をピークに周年で変動し、海遊を行っていることが示唆される。 広角に長い唇シビラを持つこと、その直後に穴の列を持つことが特徴である。平頭族の最大種であるが、ほとんどの個体は1.1メートルを超えない。通常はメスはオスよりも大きい。西アフリカからは最大でオスは1.78メートル22キログラム、メスは1.65メートル17キログラムという報告があるが、これらが本種であるかどうかには、 不確実な点がある。体は細く、糞は長く尖る。目は丸くて大きく、窓か膜を備える。噴水口はない。広角の直後には7から15個の穴がある。鼻光は小さく、三角形の全微弁が付随する。広角には長い唇シビラがあり、上下の顎に伸びる。歯列は上下ともに24、25。上顎歯には細かい挙手があり強く傾く。 下顎歯は似た形だが挙手が小さく、先端は緩やかに上を向く。腰体の歯には挙手はない。胸びれは幅広く三角形で、第三か第四エラ列の下から起死する。尻びれは第二背びれの2倍の長さで、その前方には長い隆起線がある。第一背びれは胸びれの後端の上から起死する。第二背びれは第一よりかなり小さく、 尻びれの規定の後部1、3の点から起死する。背びれの間に隆起線はない。尾ひれ下葉はよく発達し、常用の公園先端には、血骨がある。背面は一様な灰色、灰褐色、または紫灰色で、覆面は白い。第一背びれの前円と頭ひれの公園は黒く、胸びれの公園は白くなることがある。分布域の沿岸では、 最も豊富に見られるサメの一つで、主に群れを作る定性の小さな甲骨魚を捕食する。稀に頭足類、甲殻類、腹足類を食べることもある。シャーク湾では、トウゴロウイワシカ、マルスズキキスベラが重要な餌であり、海藻に隠れているため他のサメに捕食されない、アカメモドキを捕食する唯一のサメである。カーペンタリア湾では主にサヨリカ、マルスズキボラを捕食しており、 クルマエビ科の主要な捕食者でもある。小型個体は主に甲殻類、頭足類を食べるが、成長につれて、魚が中心になってゆく。カマストガリザメカーキネスティルストニのような大型のサメや、おそらく怪獣も、本種を捕食する。クワズールナタール州では、人間活動によって、大型のサメが減少していることで、本種の個体数が増加している。寄生虫として、 海藻類のサダバンダースオーストラリスが知られている。雌由は互いに分かれて生活していると考えられる。証拠がある。他のメジロザメか同様に耐性である。メスは左側の卵巣と左右の子宮が機能する。子宮内は歯を一個ずつ収める区画に仕切られている。生活史の詳細は地域ごとに異なる。一般的には毎年繁殖するが2年おき。 三年おきに繁殖するものもある。出産、交尾は、西南アフリカでは、春から初夏、インドでは冬に起こる。これとは異なり、オマーンでは春にピークはあるが、出産は年中行われる。オーストラリアでも出産は年中行われ、シャークワンのヘラルドバイトでは、申請後の個体数は4月と6月にピークを迎える。定まった。 繁殖期を持たない集団がいる理由としては、肺発生時の休眠期間などによって繁殖サイクルが延長されたり複雑になったりしている可能性が考えられる。メスが体内に生死を蓄えることはない。産子数は1から8だが、典型的には2から5であり、母体の大きさにつれて増える。オマーン近海では、メス、オスの生費は2、1以上になり、 生まれる個体がすべてメスであることも珍しくない。セネガルやインド東部からもこれほど極端ではないが同様の性比の偏りが観察されている。この偏りの原因は不明で、ニューファウンドランド平頭のような禁煙種では観察されていない。肺は3段階を経て発達する。第1段階は肺が63から65ミリメートルになるまで2ヶ月、末続き。 この期間の肺は卵黄によって成長し、ガス交換を外皮やおそらく卵黄脳の表面を通して行う。第2段階は81から1 0 4ト、mm、ルになるまで2ヶ月末続き、外エラが発達して卵黄が吸収され始め、肺は母体が分泌する子吸入によって成長する。第三段階は六から八ヶ月続き、内容物を失った卵黄脳は胎盤に転換され、 肺は出産まで母体から直接栄養されるようになる。出生時は32.5から5 0 0トル1 2 7から3 5 0ム非典型的な記録では、ムンバイで捕獲されたメスが、妊娠期間が完了する、かなり前に、すでにほぼ発達が完了した2 3 7トルしか、内体児を含んでいた例がある。メスは、 暖かく餌の豊富な沿岸の生育場に移動して出産する。生育場として、モーリタニアのバンダルガン国立公園、クイーンズランド州のクリーブランドベイシャークワンのヘラルド、バイトなどが知られている。ヘラルドバイトでは、浅い塩だまりや密で高い食性によって捕食者から姿を隠せるような海藻も場で大きな群れを作っている小型個体が見られる。これらの個体は、 生成塾に達すると、このような湾内から離れる。西アフリカでは、オスは八十四の九十五センチメートル、メスは八十九から百センチメートル、アフリカ南部では、オスは六十八の七十二センチメートル、メスは七十から八十センチメートル、オマーンでは、オスは六十三の七十一センチメートル、メスは六十二から七十四センチメートルで、生成塾する。このフィッチは、 地域差か、高い漁獲圧による人員選択の結果だと考えられる。チェン内で計測された成長速度は、1年目は 10cm、2年目は 9cm、3年目は 7cm、4年目は 6cm、5年目は 5cm。それ以降は、毎年3から 4cm というものだった。成熟時は2から3歳で、寿命は最低でも8年である。大量に漁獲され、 食用として扱われる。小型で歯も小さいため、人には無害である。ハエナは、刺し網とロールも、釣りによって漁獲され、肉は生、干物、塩漬けとして販売される。フカヒレや魚粉としても利用される。個体数が多く、分布域全域で、地域漁業や商業漁業において、重要種となっている。オーストラリア北部では、トロール量において最も多く獲れるサメの一つで、 サシアミでは漁獲量の2%、ハエ縄では6%を構成していた。セネガルモーリタニアオマーンインドでも最も商業的に重要なサメの一つである。ゲームフィッシュとして扱う遊魚者もいる。大量に漁獲されてはいるが、分布が広く比較的よく見られる状態であるため、IUCN は保全状況を軽度懸念としている。繁殖特性からは、 アンコウザメやライザプライナドンテイルーリーほどの繁殖力はないが、ある程度の漁獲圧には耐えられることが示唆される。1980年代から1990年代前半にかけてのインド、ベラバルの沿岸での資源量調査では、刺し網とトロールによる漁獲量は持続可能なものであると結論された。だが、この調査は、後に個体数調査には不向きと証明された。 方法論によって行われている。この評価の後にも地域の漁獲量は大幅に増加している。ありがとうございます。